1951年暮れ三連は、中華民国の政治家、日本のジャーナリスト、初代民選台北市長、日本統治時代の台湾の河吉市県の関村島、港ご出身。1919年台湾総督府、国語学校国語部を卒業し、東京高等商業学校余科に進学。留学中日本統治下の台湾における。 台湾人政治運動に加わり、1920年新民会、東京台湾青年会に参加。同年、下村博士台湾総督府総務長官と面会し、日本の植民地政策を批判し、その後台湾議会設置運動に参加した。1925年東京商科大学卒業、陸上競技部出身、卒業後大阪毎日新聞記者となる。 1932年台湾新民法が創刊されると編集者として台湾に戻り論説委員、整理部長、政治部長を兼任した。1933年に台湾新民法東京支局が開設されると東京支局長に就いた。1938年、再イツ・チとともに東京警視庁に交流を受け、その後も日本政府による台湾における 米政策に対する批判などを展開したため、1940年には辞任を余儀なくされた。同年満州国を訪れ、一橋の後輩である満州中央銀行のクレキン側のー,ードとなっている。1941年、王朝明政権の河北政務委員会北京市で大事株式会社に勤務。1942年から天津市で占領の売買に携わった。 日本の降伏後、1946年の政権国民大会代表選において最多得票数で当選した。1947年がいい回中華民国国民大会代表選でも多くの投票を得て当選し、理想にや孫家と中華民国副総統の座を争った。1950年、小会析総統の証券を受け、台北市長に選出される。 1951年初代民選台北市長に当選。1954年心身の疲労のため市長選に出馬せず台湾将棋会議員となった。ありがとうございます。